こんばんは、うぷ主です。前の動画で堂々船長だけサーフェイス化できていなかったのが非常に気になったので、なんとか形にしました。旧型の堂々船長は顔の造形に少しスケールモッドを使っていますが、ほぼバニラです。羽ばたき機のサーフェイス化ノウハウがない状態で、バランスの悪い堂々船長を飛ばすのはなかなかに難しく、飛行性能では旧型よりも劣ってしまいましたが、見た目に関しては満足のいく仕上がりとなっています。サーフェイス羽ばたき機が作れそうだと思ったきっかけは、極端に小さなサーフェイスを接続すると、弾力のある接続になることが分かったためです。これで羽ばたきでしなる主翼が作れそうだなと考えました。しかし、サーフェイスは羽ばたきの速度では空気抵抗を発生しないので、空力パーツとの組み合わせで使うことになります。旧型堂々船長にこの案を適用してみたものがこれになります。飛ばしてみると普通に飛んでしまいました。速度は時速 300km 以上出ており、飛行特性も安定しています。いけそうな感じなので、試作を繰り返していきます。羽ばたきエンジンはサーフェイスのボディに収まらないことが予想されるので、ステアリングヒンジをエンジンに使っています。だいぶ飛べるようになってきました。主翼がなんとかなったので、堂々船長の外観を作っていきます。今までのような、機械の外観と違ってかなりデザインセンスを要求されます。エンジンと操作系の機構が入るように、ボディをデザインしましたが、ギチギチで他には何も入りそうにありません。空中発進ですが、バニラ実装でなんとか飛ぶことができました。操作系は空力三軸操作です。速度は遅く、安定性もよくありませんが、100% 速度でもはくぐりくらいは問題ありません。ですが、この機体は全く別の問題を抱えていました。羽衣丸の格納庫と同じ高さを持っており、若干どころか羽ばたくこともできませんでした。この時点で、バニラ実装は諦め、機体を小型化することにしました。サーフェイスはスケールモッドと相性が悪いので、デザインはやり直ししています。小型化した機体は、エルロンとラダーを空力、ピッチをハントルクで制御しています。ピッチは空力にもできるのですが、停止時に転んで起き上がれなくなってしまうので、ハントルクにしています。離陸は意外に素直です。足を地面に引っ掛けないようにだけ注意すれば離陸できます。安定性は思ったより悪くありませんが、後で説明する理由によりまっすぐ飛べず、ロールを手動で補正する必要があります。最高速度は時速 200km にちょっと届かない感じでしょうか。
着陸は、時速 80km ぐらいで設置するようにすれば、足を折らずに降りれます。着陸後はハンドルで無理やり立て直します。この時、後ろに倒れるのは良いのですが、前に倒れるのは NG です。前に勢いよく倒れると、なぜか爆発します。理由はわかりません。この方式の翼には、致命的な問題があります。プロペラパーツがどのサーフェイスに接合するかわからないため、左右の羽ばたき具合に必ず差異が発生します。結果、揚力、水力に差が出てしまい、まっすぐ飛べなくなります。堂々船長は、まだ手動で補正できるレベルですが、ひどい場合にはその場でぐるぐる回ってしまいます。堂々船長の内臓です。8倍速のステアリングヒンジがメインエンジンです。それを支える2つのステアリングヒンジがエルロン操作用です。2つあるのは、羽ばたきを支える強度が足りないためです。中央にピッチ制御のリアクションホイールがあります。お尻に、ラダー制御のステアリングヒンジがあります。ステアリングヒンジは根元は接触判定がないのでサーフェイスを貫通できます。動力系は小さくするにも限界があるので、飛べるサイズ感としてはこのぐらいになるかなといった感じです。ロンリゲート系のパーツは小さくして、調整がしやすいように外側に貼り付けています。スケールモッドは小さくしても、重さが変わらないので、重量バランスを崩さないように配置には意外に注意が必要です。時速 200km では物足りないという人のために、ブースターをつけてみました。バニラ設定ではあまり変わらないので、限界突破モッドで無茶してみました。給水船長になりました。速度は時速 800km 程度出ましたが、制御は効きません。若干です。まっすぐ飛べないので着艦は苦手です。低速なのでうまく侵入できればすんなり降りれます。ビビって減速すると、羽衣丸に置いていかれます。堂々船長3型の解説は以上です。羽ばたき機としての最低限の機能要求は満たしているものの、致命的な問題もあり、技術的には試験段階といった感じです。納得がいっているのは堂々船長の造形ぐらいですね。まだまだ研究の余地がありますが、今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。